サギの仲間や猛禽類など魚を餌とする鳥は少なくない。その狩りの方法はサギのように浅瀬に入ってついばむように捕るもの、カワウのように潜水して魚を追いかけるものなど実に様々である。猛禽類の代表格といえるワシやタカの仲間にも魚を餌とする種は少なくないが、その多くは岸辺に打ち上げられた魚を捕るにとどまる。例えばトビは海辺を飛翔することが多いが、探しているのはネズミなどの小動物や甲殻類であり、水中の魚を狙っているわけではない。そういったワシやタカの仲間で餌のほとんどが魚であり、しかも上空から急降下して水中の魚を捕るというダイナミックな狩りを行う鳥がいる。ミサゴである。ミサゴは本来は渡り鳥だが、近年は一年を通して同じ地域に暮らす個体も増えている。それは主に大きな川の河口であり、鉄塔など巣作りに利用できる人工物がある場所を特に好む。体長は60センチほどでトビと同じくらいであり、生息地も似ていることからしばしトビと間違われるが、その飛翔方法を見れば区別は簡単だ。川や海岸近くの浅瀬の上空に達すると、ミサゴは水中を覗き込むように首を折り、魚影を見つけるとその上空で羽ばたきながら短い時間静止する。ヘリコプターのホバリングと似た動作であるが、しかしホバリングはほんの一瞬のことであり、すぐに滑空か羽ばたきへと移る。このわずかな時間にミサゴは水中の魚の挙動を探知し、狩りのチャンスを図っているのだ。上空で狩りの対象となる獲物を見つけると、両足を前に出し視線と爪の方向を揃える。飛翔能力は極めて高く、タイミングが合わなければ水面ギリギリでも反転して体勢を立て直す。そして木をうかがって急降下し、足から着水しつつ魚をつかむ。ミサゴの足には鋭い爪のほかにザラザラとした鱗状の皮膚があり、魚をつかむのに適した構造になっている。この時魚が暴れて落下しないように、片足は魚の頭を、もう一方で背中をつかみ、捕獲した魚の頭を前に尻尾を後ろに固定して遠い巣まで持ち帰る。まさに魚を捕るために特化したような生態だが、しかし驚異的なのはやはり上空から魚を見つける視力と言えるだろう。ミサゴに限らず、ワシやタカの仲間の視力は極めて高い上に、ハヤブサ科の超弦棒の蛍光感知能力など特殊な能力を持つ種がいることが知られている。ミサゴの場合、屈折率の違う水中の獲物を判別するために偏光を感知しているのではないかと言われているが、もう一つズームレンズのような認識能力があるのではないかという説もある。ミサゴは上空で両足を出すとき、すでに獲物の頭と背中のサイズに合わせているように見えるが、これを行うためには上空でも高倍率で魚の実寸を捉えている必要がある。この説は実証的に確かめられたわけではなく、ミサゴがどのように視野を認識しているのかはわからないが、仮にズームレンズのような機構であれば、そのズーム比は150倍に達することになる。
この倍率をミサゴの目の大きさで実現することは現代の機械工学では不可能だ。解剖学的な所見から戦争能力に関する知識は深まっているが、生物はそれをどのように認識し独特の行動につなげているのか、科学はまだその領域を照らすには至っていない。人間にはこれほどまでに環境を測るセンサはない。しかし人類には分析力という種を超えた力がある。その分析力で地球の姿を測ること、それこそが人類に与えられた使命と言えるだろう。ハイテクの一歩先にいつも堀場製作所。